お待たせいたしました。共に絆を深め合い、この決勝戦までやってきました。甲子園への切符をかけた決勝戦の模様をお送りいたします。一塁側マソ、三塁側カデナ。憧れの甲子園大会へひたすら勝利を目指します。さあ、甲子園の切符をかけた戦い、プレイボールです。0対0で迎える2回です。バッターはマサト、マウンド上は松本。第9球投げた、見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げた、渾身のストレート、空振り。追い込んで第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、外れた、ボール。次は5球目、打った、一、二塁間への当たり、松橋ボールを掴んだ。松本取ってアウト、スリーアウトチェンジ。マソリードで迎える4回です。ワンアウトランナー一塁という場面で、バッターは2年生マサト。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球投げた、インローを見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げました、決まってストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げました、打ちました、ピッチャーライナー真正面。これで2アウト。2アウトランナー2塁という場面で、バッターは2年生松永。第9球ストレートはボール。まずは低め。第2球投げました、2球目空振り。セカンド牽制、2塁タッチはセーフ。投げました、打ちました、ファールボール。第4球は低め、外れてボール。第5球投げました、打ちました、ショートバウンド取った、あっと送球それた。記録はセカンドのエラー、セカンドのエラーです。マソさらに1点追加、3対0。バッターはピッチャー米田。第9球投げた、初球見送ってストライク。1球目ストライクから外のボール球を打った、取ってこれで3アウトチェンジ。4回までが終了しまして3対0、マソさらに2点を追加しています。マソここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で、バッターは2年生川村。第1打席はピッチャーフライに倒れています。マウンド上ピッチャーは島国の怪物米田。第9球投げた、打ちました、初球打ち、ライナー、ライトバックホーム。川村ナイスバッティングです。マソなおもピンチが続きます。第9球ストライク、少し意識しすぎたか。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、4球目空振り。さあ投球は5球目、内角ボール球打った、鈴木取った、カデナようやく1点を返しました。バッターはピッチャー松本。第9球投げました、決まった、ストライク。いきなり153キロ。第2球打った、ファール。
第3球を投げました。見送ってボール。次が4球目、投げました。流し打ち、どうだ、ライナーだ。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。マスオ追いつかれました。3対3。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でバッターは3年生井上。今日はレフトフライと三振。第9、見送ってストライク。いきなり154キロ。第2球、投げました。打ったいい当たりだ、取りました。これで3アウト。5回の表が終わってさあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面でバッターは2年生トシ。第2球、投げました。低めボール球打った、抜けた。センターバックホーム。二塁ランナーホームイン。マスオ勝ち越し成功。4対3。マスオ同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面でバッターは2年生渡辺。第9、投げた。ボール。第2球、投げた。ストライク。投げた。ボール。第4球を投げた。スライダー。ボール。低め。次が5球目、投げた。インロー空振り。さあ6球目、打ちました。1・2塁間のゴロ。藤岡ボールを取る。アウト。マスオなおもピンチが続きます。先ほどヒットを放っている木村。マスオ一打同点のピンチを迎えています。第9、投げました。ストレートはボール。第2球、投げました。ボール。アウトローへ投げました。外のボール球打った。鈴木そのままベースに入って3アウト。米田2アウト。マスオリードで迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面でマサト。今日はファーストゴロとピッチャーライナー。第9、投げました。決まってストライク。まずは見送りました。第2球、投げました。スクリューはボール。第3球を投げた。ストレートはボール。内角へ。第4球はインハイ。シュートは外れてボール。次が5球目、投げた。ストライク。第6球を投げた。打ちました。渡辺掴んだ。一塁送球。あっと送球それた。セカンドのエラーが記録されます。二塁タッチセーフ。さあ追加点のチャンスにバッター宮里。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。第9、インハイギリギリいっぱい。ストライク。第2球、投げた。あっと引っ掛けた。レフト前進。ヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かった。マスオ1点入りました。5対3。マスオここはなんとかしのきたい。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でバッターは3年生井上。第9、投げた。初球スライダー空振り。タイミング合いません。第2球、低め決まってストライク。これで追い込みました。第3球、外れた。ボール。次が4球目、投げました。シュートはボール。次が5球目、投げました。打った。
藤岡ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。マソリードで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面でバッターは3年生島国の安打製造機木下。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第1球投げました、フォークはストライク、少し意識しすぎたか。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ。投げました、打ちました、アルボーン。もう一度一塁牽制球です、一塁タッチセーフ、タッチはセーフ。投球は3球目、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、センターからサードへ、木下いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。さあ闘志あふれるバッティングを見せてくれるか。第1球、これは引っ掛けた、アウト、スリーアウトチェンジ。マソ嘉手納追う展開で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生熊代。マソ伝令、第1球、初球を打ちました、右中間へ持っていきましたがランナー一塁に戻ります、掴みました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げました、見送ってボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、レフト前クリーンヒット、レフトからサードへ、渡辺ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。さあ黄色い声援を背中に受けてどんな投球を見せるのか。第1球投げた、初球空振り、キレのある変化球。第2球投げた、外側決まってストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げました、アウトコース高め、ボール。第5球投げました、打った、これだけ通過、イリの取った、二塁送球、セカンドフォースアウト、セーフ。ダブルプレーはなりません。マソなおもピンチが続きます。第1球ストライク、いきなり157キロ。第2球投げました、打ちました、センター前に出る、ヒット、中継、嘉手納1点返しました、河村タイムリーヒット。マソなおもピンチが続きます。第1球投げました、インローの直球はボール。投球これから2球目、打った、これはいい当たりだ、入れば逆転だ、伸びた、伸びて取ってアウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって、8回の裏マソ攻撃に入ります。この回の先頭バッターはマサト。第1球投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、ボール、内角低め。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、インハイ際どい球、ボール。第5球投げた、決まった、ストライク。
打球はセカンド後方、セカンド落下点、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。マソリードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で、バッターは2年生松永。今日はここまで3打数1安打。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。第1球投げた、ストレートに送ってストライク。初球ストライクからストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました。あっと引っ掛けた、ピッチャー返し、二塁送る、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。強さ、バッターは代打岡部。マソ今日第1球投げました。初球はストライク、いきなり157キロ。さあ次の投球、決まった、ストライク。第3球を投げました、ボール。第4球はストレートはボール。次が5球目、内角際どい球、ボール。さあ6球目、投げました、ストレート、見送ってフォアボール。先頭バッターにフォアボールを与えます。第1球投げました、見送ってストライク。第2球投げた、ストライク、157キロのまっすぐ。第3球打ちました、ファーストゴロ、ゲッツーコースだ。一塁送球、米田取ってアウト。マソ同点のピンチを迎えます。今日元気のない井上、ネクストバッターサークルには星野。第1球決まった、ストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、2球目ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球ストレートはボール、低め。第4球を投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ。ギリのボールを取る、ショートから一塁送球、アウト。マソなおもピンチが続きます。第1球投げた、ボール。第2球ボール。投げた、3球目空振り、重そうなストレート。第4球を投げました、打ちました、1、2塁間の打球抜いていった。マソ最終回で追いつかれました、5対5。バッターは2年生熊代。今日はここまで4打数2安打1三振。第1球投げました、ストライク、いきなり157キロ。投球これから2球目、インコース低め、外れてボール。第3球を投げました、内角低め、直球は外れてボール。次が4球目、投げました、打ちました、ギリの掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって5対5。高島、マソ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー米田、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。ピンチヒッターは森井。さあここは精密機械張りのバットコントロールを発揮するか。第9球インコース低め、ストライク。初球空振りから第2球投げました、決まってストライク。少し意識しすぎたか。第3球を投げた、打った、強い当たり、サヨナラか、サヨナラか、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは島国のスナイパー入野。さあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。第1
球。投げた、ボール。第2球打った、渡辺ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2年生トシ。第9投げた、インコース外れてボール。投げた、ボール。第3球を投げた、3球目空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、アウトサイド空振り。第5球投げました、打った、右中間へのフライ、ヒットになります。トシ、いいバッティングを見せました。今日これで5打数3安打。バッターは3年生藤岡、今日はここまで3打数1安打。さあ相手投手を威圧していきます。第1球投げました、1球目ストレート空振り。第2球スラーブ見送ってストライク。第3球を投げました、打った、ファウルボール。第4球を投げました、打った、いい当たりだ、ライト前クリーンヒット、ライトからサードへ。藤岡ナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。バッターは3年生木下、全てを超越した気迫と気迫のぶつかり合いになっています。第1球投げた、直球ストライク、アウトローへ。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。投球これから4球目、見送ってボール。次は5球目、投げた、打った、痛烈な当たり、サヨナラか、ライトバックホーム、サヨナラ。なんとサヨナラで優勝を決めました。マスオ、これで春夏で甲子園大会出場となります。さあここからは夢舞台への挑戦となります。